皆さん、こんにちは。佐藤大介です。佐藤のラジオ、第794回、よろしくお願いします。はい。今回は、2024明治安田チェーン1リーグ第28節、名古屋グランパス対湘南ベルマーレの一戦について、展望を話していきたいと思います。試合は8月24日土曜日19時、レモンガス,スタジアム平塚で行われます。はい。で、対戦相手、湘南ベルマーレですね。表示しているのは、前節リーグ戦のスターティング11です。 湘南ベルマーレ、ここまでリーグ戦27試合を消化して、7勝12敗8分け、勝ち点29、順位は第17位ということですね。得失点は得点37、失点41、マイナス4ということですね。で、ま、あ高角圏、18位とは勝ち点差が1という、まあ、厳しい状況、残留のために、ホームでね、ゼガヒでも勝ち点を取りに来るという試合だと思います。 で、まあ、数字見てみると、得失点差のマイナス4というのは、下位チームの中ではダントツにいい数字です。で、得点も37得点取れていますし、なので、まあ、こういった数字を見ると、なんていうんでしょう、そこまで悪くはないのかなという気はします。順位がちょっと下ぶれてしまっているのかなという気はします。なので、順位以上にやっぱ力はあるチームなのかなと思います。グランパスとしてはしっかりと戦わないと本当に怖いと。 で、さらに直近の成績を見てみると、リーグ戦5試合で3勝1敗1分けと、もうしっかり勝ち点取れてる。とてもいい成績ですね。で、勝ちの中には町田だったり、ガンバ大阪だったりと、上位チームを破っての勝ちということなので、調子としてはかなり良さそうなのかなという気はしております。で、対するグランパス、勝ち点34です。ベルマーレとの 勝ち点差は5ということなので、まあ、この試合敗れてしまうと本当にね、勝ち点差も詰まってきて、まあ、現状でも残留争いに巻き込まれつつあるところではあるんですが、まあ、この試合を落としてしまうと本格的に残留争い、残留が目標というシーズンになってしまうということかなと思います。 で、湘南ベルマーレ今季の戦い見てみると、ロングカウンターであったり、ミドルプレスといったところの数値が高くなっていると。で、ハイプレスの数字は必ずしも高くないので、まあ中盤でしっかり構えて、そこからロングカウンターというのが一つ武器になっているのかなと思います。まあなので、グランパスとしては中盤で無理に回すよりも、まあ中盤省略した戦い方の方が、相手にとって嫌なのかなという気はすると。 いうところですね。で、並びに関して言うと、まあ、4バックでスタートしている試合もあるんですが、まあ、多くは3バックでスタートしていますし、ここ最近の傾向を見ても、まあ、明日は3バックで来るのかなと思います。はい。で、この夏の移籍期間の動きを見ると、川崎から上福本選手、ゴールキーパーですね、を、さらに、ブラジル籍選手、ルイス・フェリッピ選手を獲得していると。ただ、 このルイス選手に関しては、まあ、発表から間もないため、明日の試合にはおそらく間に合わないのかなというふうには思います。で、スケジュール面見ると、湘南は水曜日に天皇杯を戦っているので、日程面を考えると、まあ、グランパスが有利なのかなというふうに思いますので、まあ、走り負けるようなことはないようにしてほしいなというふうに思います。はい。で、スタメン予想ですね。ゴールキーパーランゲラック選手、ディフェンダー右から内田選手、三国選手、川面選手、 ウィングバック右に野上選手、左に徳本選手、ボランチは稲垣選手、椎橋選手、シャドウの位置に森島選手、山岸選手、センターフォワードユンカー選手という11名を予想します。で、この試合は泉選手が累積で出場停止と。で、代わりに内田選手が出場停止明けという状況ですね。で、その泉選手欠場のポジションですね。左ウィングバックは徳本選手スタメンを予想しております。 ビルドアップの能力にも長けているという触れ込みですので、まあ、見てみたいという気持ちも込めて、徳本選手のスタメンを予想しました。で、他のポジションに関して言うと、内田選手出場停止から戻ってくるので、まあ、起用するのではないかと。で、そうなった時、どのポジションでとなると、まあ、前節同様、野上選手がセンターバックで、内田選手が右のウィングバックという形もあるかもしれないんですが、まあ、これまでの 起用の傾向を考えると内田選手がセンターバックに入って野上選手がウィングバックになるのかなというところですね。まあ、あくまでも予想ということで、あのー、こういった形にしております。で、前線に関しては、まあ、そろそろユンカー選手もスタートから出たいのではないのかなと、うずうずしているのではないのかなというところでユンカー選手スタートと。まあ、パトリック選手は途中交代でね、最後。 追加点狙ってほしいなという起用法もいいのではないのかなという予想です。で、新戦力空張り選手はまだしばらくメンバー入りはないのかなという感じですので、まあ明日メンバー入りはないのかなというふうに予想をしております。はい。で、この試合の展望なんですが、まあ前節ね、広島相手に90分間通してかなり厳しい戦い方を強いられたということで、まあ今節はね、残留を争うチーム、湘南との直接対決と、 いうことなので、まあ、前節のような厳しい戦い、試合は見たくないなということですねで。やっぱり湘南は力ありますし、本当にグランパスも苦戦しているというチームですね。やっぱりしっかり走ってタフに戦えるチームだというふうに思いますので、まあ、毎試合毎試合グランパスとしても苦戦をしているということですね。で、やっぱり気候的にかなり厳しいので、90分間ずっと走って、 ずっとタフに戦うというのは、両チームともに現実的ではないというふうに思います。とはいえ、やっぱりどこかの時間で、そうやって、なんていうんでしょう、テンション上げてじゃないですけれども、走ってタフに戦うという時間を作っていかないといけないということですね。まあ、その、そういう状況だからこそ、チーム内でしっかりとね、なんていうんでしょう、意思を合わせていくときは行く、耐えるときは耐える、メリハリをつけた戦い方をしなければいけないのかなと思います。 で、先ほども言った通り、やっぱり湘南は中盤でね、網をかけて、そこからカウンター出ていくぞというのが一つの狙いだと思いますので、まあ、グランパスとしてはここのね、中盤の網にはかかりたくないなと。で、地上戦でかわしていくというよりは、サイドであったり前線の起点をね、利用してというか起点を作って、中盤返してということの方が現実的なのかなというふうには思います。で、まあ前節はね、サイドからも中央からもなかなかいい攻撃が出せなかったと。 ということですね。まあ、とはいえ、サイド攻撃に関して言うと、中段明け数試合はいい攻撃出ていたのではないのかなと思います。で、明日メンバーは変わると思いますが、サイド攻撃はね、中段明け良かった時のような攻撃が見られるといいなというふうには思います。で、中央からの攻撃に関して言うと、これまでね、山岸選手であったり、パトリック選手が、せっかく競り勝ってもそこからチャンスに繋がらないというシーンが結構多くて、残念、もったいないなという気持ちも強いと。 で、やっぱり前線に高いボール入った時に、まあ、山岸選手あたりは結構な確率で競り勝ってくれるので、まあ、その時にフォローであったり裏に抜けている選手がいないっていうのは本当にもったいないなと思います。まあ、なんて言うんでしょう。状況によっては無駄走りみたいなことになるかもしれないですけれども、ここで一本裏に抜けることができればね、大きな得点金になると思いますので、やっぱグランパスそもそもチャンスを多く作れていないというところはあるので、 こういってチャンスを信じて走ってチャンスを作り出していくというのは必要な動きなのではないのかなと思います。まあそもそもね、シュート数もかなり少ないということなので得点以前にね、まずはシュート数を増やさなければいけないですし、シュート数を増やすためにはシュートチャンスを増やしていかなければいけないということなのかなと思います。でまあいろいろ細かな戦い方用意して準備してきてることはあると思うんですが、やっぱり熱くて 湿度も高くてとなってくると、用意してきた戦い方がね、十分に出せる環境かというと、そうではないと思います。だからこそ、ピッチ上でね、選手たち自身が自分たちで声を出し合って、主体的にね、まあ、あとはやっぱ日々の練習で培った連携みたいなところがこういう状況で試されるのかなと思いますし、まあ、そういうもので戦っていくしかないのかなと思います。で、まあ、前節ね、前半はね、押し込まれてね、なんとか耐えていた。 ところを後半開始にね、まあもったいない失点、セットプレイからですけれどもね、失点をしてしまった。で、まあ2失点目もね、すぐさま入れられてしまったということで、まあ集中力を持続させるのも難しいコンディションなのかもしれないですけれども、それは相手もそうですし、まあ先ほど言った通りね、ピッチ上で、ピッチ内でね、選手同士しっかり声を掛け合って、勝利のためにね、なんとか厳しいコンディションの中、戦い抜いてほしいなというふうに思います。 なんとかね、グランパスの勝利を期待したいなというふうに思います。はい、そんなところで佐藤のラジオ第794回、今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。